はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。もうすぐバレンタインデーってことなので、今日は恋愛についてお話ししたいと思います。前の動画でロシア人のアレックさんともちょっと触れたことなんですけど、日本人女性とロシア人女性との付き合い方を比べた時に、日本で告白っていう儀式が必ずあるみたいな、そういったことも言ってたので、私その時結構改めて考えさせられて、海外って告白ないよね、ロシアって告白しないね、なんとなく付き合ったら付き合うみたいな感じになるんだけど、ちょっとそれについていろいろ調べてみて、改めて日本と海外で告白の文化何があるのか、どう違うかとか、あとは実際私がロシアで告白されたことあるかないか、私のその経験についてもお話ししたいと思いますので、では始めましょう。多分今の日本で一般的に男女で付き合うってなったら、どちらかの方から告白っていう正式なそういった行事、儀式ありますね。付き合ってくださいっていうのはあります。でも海外はあまりそういったことはなくて、生まれ育ったロシアでも男女の付き合いって言ったら、本当に仲良くなって、最初は多分友達からで、いろいろデートしてる中でお互いが自然と恋人になるのは当たり前の流れかなって思ってました。これって付き合ってるかどうか、どっちなのって疑った時に、どちらかというとお互いに確認する、私たち付き合ってるよねみたいな、あなたって私の彼氏だね、私の彼女だねっていう、そんな言葉で解決する問題ではあります。わざわざ付き合ってくださいは言わないですね。いろいろ調べたら、やはりそれはロシアだけじゃなくて欧米でもそんな感じです。そこで不思議なのは、日本って日本の文化的にいろいろな曖昧な表現とか、空気を読むとかみたいな、はっきり言葉を言わないっていう、そんな日本の文化の中で、はっきりとした付き合ってくださいっていう告白の文化があるのはちょっと不思議だなとも思います。それこそ多分ロシアとかで男女で仲良くなって、それで付き合ってるよねって、もう空気を読めばわかるみたいなものですね。例えば友達に紹介して、これは私の彼氏です、彼女ですとか、家族に紹介したりとか、大体そんな感じですね。日本でももちろんもう全員が正式に付き合ってくださいって告白してから付き合うっていう人ではないと思います。告白しなくても付き合う方もいらっしゃるかと思うんですけど、でも付き合ってくださいっていうのは一般的な常識なんですね。確かに一応調べた限りは、日本でデートしてだいたい3回か4回ぐらいデートしてから告白っていうのはベストだと言われてるらしいです。まあ多分友達からとか、同じ職場だったり同じ学校だったり、まあ普段会う機会がある人たちに関して 3,4 回デートはそんなルールないかもしれないけど、でもそれは目安とも言われてるんですけど、なんか正直自分ロシア生まれ育ちの人からしたら、3,4 回会ってみただけで本当にその人のこと好きかどうか、付き合えるかどうかって見分けるのは非常に困難なことだと思います。そして海外で付き合うまでどれぐらい時間がかかるか、私もよくわからないんですけど、一応だいたい1ヶ月から3ヶ月とか、場合によって半年だったりという場合もあります。その間はデーティングっていうらしいんですけど、まあ、普通にデートすることですね。恋人としてじゃなくて普通にデートだけですって感じですね。人によってそれぞれあると思うし、多分ロシアよりアメリカの方がさらにいろいろオープンだと思うので、それこそラテン系の国のイメージだったらすぐ結構ハグとかキスする、そんな文化もあると思いますし、ロシアはまあそこまでじゃないかなって思います。だからその日本の告白の文化ですごく不思議と思うのが、付き合ってくださいって言ったらそれでカップルが成立するみたいな感じですね。コメントでもいただいたんですけど、その日本では付き合ってくださいって相手に伝えてから、言葉で恋人になってから
もう次のシーンに移るみたいな、そんな文化ですよね。そして私アシアがロシアで告白されたことについて、はい、そんなこともありましたね。我ながらも告白されたことはロシアでは、はい、あります。一人は、同じ大学の隣のクラスの人で、私はずっと友達だと思ってました。仲良かったし、他の、大学生、同じクラスとか隣のクラスとかいろんな大学生とみんなで一緒に遊んだりとか、まあ、大学のなんか課題やったりとか、いろいろ一緒に時間過ごす機会が多かったんですけど、で私はどちらかというと、まあ、友達として見てた感じでしたね。で夏休みになっても、なんか私は地元に帰ったんですけど、ちょっと大学からちょっと離れてる場所に、そこは彼が遊びに来てくれて、一緒になんか、まあ、普通に街を散歩したりとか、あの湖とかまで行ったりとか、なんか私がいろいろ案内したりはしてましたけど、まあそれは良かったんですね。私も全くその付き合う経験もなかったし、18とか19歳ぐらいでした。その後明けになってまた新学期が始まったら、ある日彼と、大学のなんか公園で会って、一緒にベンチ座ってなんか伝えたいことがあるみたいなこと言われて、それでそこで好きです、付き合ってくださいと言われました。はいはい、そんなことありました。でもそんな、多分日本で言う好きですはよりも結構重い感じだから、多分その子と1年間ぐらいずっと友達って感じだったから、本当に多分1年近くでした。多分日本で付き合う前に言う好きですっていうのは、英語で言うと like みたいな感じ、 I like you、 なんかそれに近いと思います。でもロシアのその告白は I love you っていうのは、なんかもう愛してるに近い、どちらかっていうとね。だから結構重いです。そうで、その時キスされそうになったけど、私はいいよ、避けた避けましたね、キスしたくなかったはいそんな経験あったんですけど、そうですね、まあ結局付き合わなかったです。やはりその人はまあどうしても違うというか、私はまあ前の動画でも話したけど、その時もすでに日本のこと好きで、日本人の方がいいなってずっと思ってる中で、ロシア人でも、あーごめんなさい、やっぱ違います。ちょっと友達にはなりたかったけど、その子が彼女欲しかったらしくて、その後違う彼女ができたらしいです。まあだから一つ友達失って残念な気持ちにもなったから、もう友達ならね、私のこと好きにならないでくれよって思いますで次はもう一人、これはねちょっとまた不思議なんですけど、それも同じ大学の先輩、多分2個上ぐらいの先輩で、結構見た目イケメンですね。あの服も割とそれなりにおしゃれな感じだった記憶あるし、高身長で金髪青い目の人で、理系の物理学部みたいな確か人だった。で私その人のことも全く知らなかったけど、私日本語学科だったから、日本語学科のなんかアシアちゃんみたいな風に言われて、私のことを好きだったらしくて、である日私が帰る時に後ろから ついててなんか、まあ、駅で声かけられて、でなんかあなたと付き合いたいですって言われて、えみたいな、いや初めましてって感じ、付き合いたいのねどういうことみたいな、本当に意味が分からなくて、でとりあえずその時あのなんかメッセンジャー、あの ICQ ってメッセンジャーあったけど、まだスマホとかない時代にパソコンでそれをやってたんですよ。そうで、まあちょっととりあえずなんか話してみよう、あなたと話したことないからってことだったから、でなんか私なんか話してて、こんななんか付き合ってくださいって言われたのにごめんねっていうのは、あのなんかごめんねって私が言ったので、その人がいやいやいや、あなたのことが好きじゃなくて、なんかただ、まあ、気になったから付き合ってみたいみたいな、そこ謝らないでほしいみたいなこと言われて、ああそっかと思って、まあ変な人だなってちょっと思って、で終わったんだけど、で何週間か後に彼から
あ、やっぱりあなたのこと好きです、あの Love の方言われて、なんか I love you みたいなこと言われて、何って意味が分かりません。まあ、なんかとりあえず、無視しといたって感じでした。本当にだって私のこと知らないのにって感じね。本当意味が分からないですっていう、そんな2つのエピソードがあったんですけど、あともう一人実は私のこと好きだったらしい人がいる、いたらしいんですよ、大学の同じクラス。その子日本語喋れるけど、ね、私の動画さすがに見てないと思うけど、まあその子もずっと友達って感じで仲良かったんだけど、なんかその同じクラスの人の後々聞かされた話、割と最近数年前に、10年以上前のことを聞かされたのは、 あの子あなたのこと好きだったみたいって言われて、え、そうなの、いや全然知らなかった、だから全然そんな様子がなかったと思うけど、え、普通に友達だと思ってたけど、え、私知らない間に好かれてたのって思ってはい、そんなね、本当に好きだったら告白っていうか、なんか言ってほしいねはい、甘酸っぱい青春の思い出です。特に何もないです、キスもしたことないですそのね、大学の時に。そう、多分人によって小学校とか中学校高校付き合うのは一般的だと思うけど、自分はもうね全然付き合ったことなくて、本当に告白されるのも本当に大学になってからだったから、もう遅い方だけど、まあでもそんな経験がありました。だからまあ自分の意見として最後まとめると、なんか私はどっちかっていうと、もう告白されるより自分からもするのはありだと思うし、なんか多分こう男性って告白しなきゃいけないみたいなあれありますよね。なんか女性から告白しなくても男性に告白しろみたいなサインを一生懸命送る女性も多分いると思うんだけど、自分はなんかそういう複雑なことはしたくないので、本当にいい感じで付き合いたい人がいたら、もう自分から付き合ってくださいって言うし、どっちかっていうとね、男性だからとか女性だからとかってあんま好きじゃないのでっていう感じです。では皆さんいかがでしたか、面白かったでしょうか。私の今までの告白された事情をね、ロシアのその話、本当に初めて人の前で喋ったのでちょっと緊張したけど面白かったらチャンネル登録、コメント、高評価、全部お願いします。ではご視聴ありがとうございました。パカパカ。